皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。井上さゆりです。今日は何をするのかというと、ビジネスマナーを習いたいなと思っています。というのもですね、私14歳の時にお菓子のパッケージモデルになったことがきっかけでこの業界を目指すようになったんですけど、なので全く社会勉強をする機会が今までなかったんですよね。名刺交換するシーンがあったりとか、なんかこう上座下座に座ったりとか、なんかそういうのよくわからないまま撮影現場に入るのはとても怖いなと思いまして、ちゃんと習っておこうと思いまして、今日はゲストを呼んでおります。マナー講師の西出ひろこ先生です。よろしくお願いします。お願いします。失礼します。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本当にそのコンビニの面接も落ちるぐらい、あら、どうしちゃったんですか。何がダメなのか分かんないです。あらららら、じゃあ今日はちょっとそのあたりを、はい、ね、検証していきましょうね。検証なんで落ちちゃったのかな。よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは本日はマナーとは何か、そして今回は井上さんからのリクエストでビジネスマナーも知りたいということですので、一緒に考えてまいりたいと思います。この礼という漢字には意味があるんです。はい、思いやり。マナーは型を覚えるのではなくて、はい、まずは思いやりの、なんだこれ、気持ち。そうです。思いやりの気持ち。ビジネスマナーの時に気をつける5つのポイントがあるんです。その1つが表情、2番目態度、姿勢、3番目が挨拶、4番目が身だしなみ、5番目が言葉遣い。この5つがトータルでできていたら OK、丸。表情もいいしね、態度もいいしね。すごく人見知りだったりとか、そっか、あと、うん、なんだろう、悲しそうな顔してるってよく言われますね。表情はその人の内面、はい、気持ち、心、これが顔に現れ出た様子、はい、就職とかの面接の時にはこの会社に行きたいっていうその気持ち、うん、気持ちが表情に現れるんですから、うん、じゃあちょっと例えば私がコンビニの店長です。はい、はい、私のこのコンビニにアルバイトしたいっていう気持ちでよろしくお願いしますって言ってみてください。よろしくお願いします。66点。おさあ、もっともっと気持ちを、もうこの会社、このお店で働かせてくださいっていうその気持ちを表現。はい、もう一回よろしくお願いします。よっしゃー、合格ー。内定決定、アルバイト決定。それでは今から井上さんに、はい、お客様をお部屋にご案内をする、はい、そのご案内の仕方というところで、はい、ドアの開け方からお願いをしたいと思います。わわ、はい、わかりました。こちらに奥の席に。あ、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、ご丁寧に失礼いたします。あ、自分で座りますね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。さて、井上さんのお客様をお部屋にご案内をする仕方、はい、そのマナー度は100点満点中98点。あ、そうなんですか。え、素晴らしかった。20点ぐらいだと思ってました。大丈夫ですよ。そうですね、自信を持ってください。はい、で、マイナス2点のポイントをお伝えしますね。はい、はい、ドア、はい、いきなり開けちゃいましたね。はい、ドアだから
ノック。そうです。何回しますか。2回。ブブブブブ。2回のノックは、トイレノックと言われてるんですね。そうなんですか。そうなんです。あの日本のお仕事中のマナーとしては、まあ、3回と今言われてますね。今回は押して開けるドアでした。はい、はい、この時は案内の井上さんが先にお部屋に入ります。正解でしたね、はいはい、そして次上座、大正解でしたね。椅子もちゃんとね見てくださいましたよね、はい、はい、ありがとうございますただね、そうね、最後ねもう、そう、やっぱり押してね、引いてくれたら押してっていう、そこまでだったらよかったねということで、はい、惜しかった、98点です、はい、私、ウィズの西出と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。私、シスカンパニーの井上さゆりと申します。よろしくお願いします。お願いします。どうしたらいいんだ。あ、頂戴いたします。はい、どうしたらいいんだろう。どうしよう、どうしたらいい、どうしたの、どうすれば、これはどうすればいい、どうする、どうすれば、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、そこまで同時に交換終わりました。はい、はい、では井上さゆりさん、はい、名刺同時交換、井上さゆりさんのマナードは100点満点中13点急に今回、はい、最大に行ってはいけないことをしてくださいました井上さんが。これね、名刺本来は相手にちゃんとね名前が向かうようにね、はい、はい、渡すべきところを自分に向けて渡しちゃったというね。はい、では右手左上を持って、はい、時計回り180度回転させて相手の名刺での上に名刺を、はい、乗せます。はい、はい、では続いて、はい、今度はお客様にコーヒーをお出しする、はい、ということを行っていただきたいと思います。はい、はい、コーヒーはお出ししたことはないですね。ないんですね。これも初挑戦ですか。はい、初挑戦。楽しみです。頑張ってください。頑張ります。はい、出しましたコーヒーです。ありがとうございます。砂糖とミルクは使いますか。はい、お願いします。ありがとうございます。はい。はい、終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。でもお待ちかねの、はい、井上さん、コーヒーの出し方、はい、そのマナードは100点満点中46点。おお。いや、低めですね。ちょっと低かったですね。トレイ、お盆、はい、のまま出しましたね。はい、はい、こちらね、とてもやはり不安定です、うん、お仕事の場ですから書類をね、はい、並べてる場合があるでしょ。一旦トレイ、お盆は置いて、あ、そして両手で、はい、はい、はい、じゃあちょっと一回、もう一回やってみてください。お願いします。はい、はい、そうですね、はい、もうできた、きた、置きます、そうです。はい、今度に一言、黙っておかない、一言何て言いますか。どうぞ。はい、いいですよ、どうぞとか失礼いたしますと言って置く。はい、そしてお砂糖、ミルク、はい、テーブルの上よりも操作の上にね、うん、
置いて差し上げた方がいいかなと。あとね、細かいことなんですけれども、はい、この向きです、はい、どっち向いてますか、はい、このお砂糖自分に向いてましたですね、はい、これもやはりそうですそうです、お客様側に向けるというね、そう、そういう時細かいことなんですが、全てが相手に対する思いやりの、そうです、心を形で表現ということですね、はい、はい、はい、どうぞ。失礼します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらよかったら召し上がってください。あ、恐縮です、わざわざ、はい、ありがとうございます。向きが、すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。大好きです私こちらの。本当ですか、よかったです。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます、はい、さて井上さん、はい、井上さんの手土産の渡し方、はい、そのマナードは100点満点中って言ってきちんとお辞儀もしてくださいました、はい、そして近づいてきた手土産渡す時、はい、きちんと袋から出してくださいました。はい、これはどうして出したんですか。よくお友達の家とかに遊びに行く時に手土産こう持って行ってたんですけど、袋ごと渡すのは失礼だっていうのを親から教えてもらいました。素晴らしい、はい、はい、そしてその向きね、はい、でこちらも先ほどの実は名刺交換と同じで、はい、まずは自分向き、そして右手で左上を持って90度で180度回転させてお渡しをするというね、もうあの全部あの応用できるんですよ。あ、だから名刺交換もこの手土産の渡し方も渡し方同じですよね。はい、はい、ということで、はい、いやもうすごく惜しかったんだけれども、限りなく100点に近いということで素晴らしかったで す, です、ありがとうございます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。もういろいろと勉強になりました。すごくよかったです。多分もうこれで撮影現場で急にビジネスのこういうシーンが来ても対応できるなと思いました。そう、なんといっても、はい、なんだろう、先生の優しさというか、うん、本当になんかその、うん、なんだろう、幸せをたくさんくれるような人柄が、本当になんか、あ、こういうのが思いやりというか、マナーなんだなっていうのを感じました。いや、もうそういう、こう気持ちをね、感じ取ってくださる、はい、もう井上さゆりちゃんが、もうまさにマナー美人、素晴らしいと思います。本当に。勉強します。うん、いい、あの、誰でも完璧な人なんていませんし、うん、やはりね、いろいろ失敗とかありますよね。はい、あの、それは若いうちに、どんどんたくさん、まあ、ミスとか失敗をして、それでね落ち込まないことです。あの本当にマナーっていうのは、はい、お互いがハッピーになる、うん、お互いが幸せになるためにやっぱり思いやることで、うん、幸せな、はい、ハッピーな、そういう人間関係と、そしてそういう社会作り、はい、そのためにマナーがあるので、はい、ぜひこのハッピーマナーをこれからも井上さんがどんどん広げていただけると嬉しいです。はい、はい、頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。
本日も見てくださってありがとうございました。ぜひ次回も見てくれたら嬉しいです。ありがとうございました。追伸、お電話くださいませ。違うな。